どうも皆さんこんばんは、Bレジェンド影谷でございます。皆さん、なんか雨がね、もう本当全国的に激しく降ってますけれども、大丈夫でしょうか。昨日の朝にインスタ流したんですよ。でね、こんな感じで新しい見えてる、こんな感じで新しいフレーバー出しますって言ってインスタ流したんですけど、こうやってね、やっぱよく見てる人よく見てるんでね、ここにね、テキストで書いてあったんですよね。もうね、大ボケをしてましたが、で実はまあ先日お話しした、Bレジェンドの WPI の限定フレーバーの話ね、動画出しましたけれども、実はですね、もうこちら蜂蜜レモン風味でございます。でね、今まであるやつは実は地中海レモンっていうのがあるんですよ。地中海レモンっていうのがあって、あとみんなのアイスココアっていうのがあって、そしてまあ今これがね限定で、蜂蜜レモン出たんですけれども、まあ、このね蜂蜜レモンは、まあ、レモンの酸味がありながらちょっとこう甘みもあってね、まあ本当蜂蜜レモンでも皆さんイメージしやすいと思うので、まあああいう感じで考えてもらったらいいと思います。ということでね、早速まあこれ本当限定で4000袋限定なんですけれども、4000袋だからね、多分ね僕の見立てでは、まあ、1日半ぐらいかな、まあ2日ぐらいいけるかなってちょっと分かんないんで、まあ多分ね、半日とかでなくなることはないと思うんですよ。だからいつも、あ、そうそう、販売日は7月11日のお昼12時から、販売スタートしますので、多分ね、だから11日の夜買っていただいたらまあまあ大丈夫じゃないかなと思います。もちろんね、お昼に買ってもらったら一番確実なんですけれども、まあ お家帰ってからね、ゆっくり買ってもらっても多分大丈夫だと思います。今までの経験でいくと なんですけれども、ちょっとくれぐれもね、まあこればっかりはわからないので。で先日もスポリカのキャンペーンやった時もね、最初12時からスタートしたんですけど、12時20分とか半とかぐらいまでちょっとサーバーダウンしてたりしたんですよ。だからちょっとサーバーの状況も考えないとダメなんですけれども、まあそういうこともあるのでね、まあぜひですね、まあ皆さん早めに、お求めいただければいいんじゃないかなと思います。で、まあお値段の方はね、まあ、4100円ってなってて、まあ他のアイスココアとか地中海レモンとかと同じ値段です。まあちょっと限定だからね、まあ、特別高いってこともありませんのでご安心ください。で、まあ、じゃあスペックの方を紹介していきたいと思います。でね、まず 25g あたり、カロリーは 89.4kcal、 タンパク質は 20.1、 脂質が 0.1、 炭水化物が 2.2、でビタミン C、 ビタミン B6 っていうのが、ビタミン C が 33.9ミリ、 B6 が 0.4 ミリという形で入ってるんですけれども、やっぱり、ね、WPI なんで脂質も炭水化物も少ないですよね。で、まあ、25g あたりでタンパク質 20g 取れるっていうのがやっぱりすごいですよね。 80% ぐらいいけるっていうことですからね。だから普段よりも飲む量は、あーそうか、難しい、今から説明しますけども、実際グラムあたりで考えると少なくなってタンパク質いっぱい取れるんですけど、実はこれね、質量、粉の質量があってね、これ1キロで、もうこう結構パンパン入ってるんですよ。で結構ね、ふわっとこうふわっとしてるんですよ。でふわっとしてると、まあその分溶けやすくもなってるかなと思うんですけれども、普段だったらすり切り4杯なんですけど、すり切り5杯入れてください。すり切り5杯を入れて、だからいつもだったらすり切り1杯で大体 7g なんですよ。で脂質28でね、大体まあ、28g、29g ぐらいで一食ですよっていう考え方なんですけど、これスプーン1杯で大体 5g なんですね。約 5g だから、それで5杯で 25g なんで、ちょっとね、分量が若干多めだっていうこともありますし、あとはその味の調整もあるんですけど、普段だったら 200cc ぐらいで飲めばいいですよってしてるんですけど、ここに推奨の水分量は250〜400mlのお水でって書いてあるんですけどね、まあ今回は僕300mlのお水入れてきましたので、まあ300ぐらいがいいのかなと。であとは味が濃いめがいい人は200に、250とか200で飲んでもらったらいいし、薄めでジュースみたいに飲みたいなという人は、まあもっと分量ね増やしてもらってもいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ早速飲んでみましょう。はいね、さあこれね、チャコ切るとこ皆さん気をつけてくださいね。点線書いてありますからね。よいしょ、ババーン、開けましたよ。さあまず香り、あ、なんか甘酸っぱい香り、
うん、だけど、うん、よしよし、じゃあ飲んでみよう。あ、見た感じこんな感じね、こんな感じ普通に。で、あの WPC の B レジェンドシリーズよりもだいぶサラサラしてる、だいぶサラサラしてる。よし、じゃあ5杯いってみましょう。1杯、2杯、3杯、だいぶサラサラしてるな、4杯、5杯、よし、こんな感じね、だいぶサラサラしてるよね。さあ、じゃあ行きますよ。いつも通り、最近コメントでもダサいと言われていたローリングシェイクからの普通シェイクね、これぐらいで大丈夫でしょう。はい、こんな感じ。はい、見て、泡は1センチあるかないかぐらい立ってますけど、まあ比較的ない方じゃないですかね。これ大きい泡だから多分すぐ消えますよ。ほら、今こうやってくるくるっと 2,3 回ローリングしたらもう半分以下になっちゃうよね。ほら、この泡の種類によってね、もうほらなくなった。でね、これね、実はね、この WPI、 いい WPI 使ってるんですよ。こんなこと言うと、まあうちのやつ全部いいんですけど、特にちょっとね、いい WPI 使ってるので飲みやすいと思います。飲んでみたいと思います。あ、まず香りか。あ、なるほどね、あの蜂蜜レモンの香りがしますよ。ということで飲んでみたいと思います。いただきます。うん、うん、うまい、うまいよこれも。うお、はちみつレモンだねこれは。あれ、サンプルの時、最終テストの時こんなうまかったかな。最終テストよりうまいよ。あのね、はちみつレモンで水分量は300ってやったけど、やっぱりね、自分で言うのもなんだけど、あのミリリットル設定が絶妙だね。あの多分ね、一番美味しく作れるミリリットル設定なんだと思う。250から400って。で、多分ね、市販されてる蜂蜜レモンのちょっと味が濃いのあるじゃないですか。ちょっと口の中に残るようなちょっと濃いめのやつは多分250ぐらいになると思う。で、さらっと飲めて、あの口の中に残らないタイプの蜂蜜レモンは300だと思う。うん、いや美味しいなこれ。いや、でこれ実はね、あのテスト用に開けたんじゃなくて、あの僕のもう個人的にこれ1個買ったんですけど、これちょっとあれだな、もう1キロ買っとこう。もう1キロ買ってちょっとね、2キロにしておきたいなと思います。これ美味しいな、いいや、飲みやすいし。はい、でやっぱり WPI でね、あの喉越しさらっと飲めますし、さっきので分かったかな、あの画像で、さらっとしてるのがね、ちょっとこうクリアな感じなんですよね。見てビジュアル的にもね、はい、あの非常に美味しくできております。はい、ということで、喉越しすっきり爽やかな飲み味のはちみつレモン風味、4000袋限定で、4100円となっておりますので、ぜひこの機会にお買い求めください。はい、ということで、今日は限定販売のはちみつレモン風味のレビュー動画でした。ではまた皆さん、お会いしましょう。さよなら。